ボナベンチャーは砲47門を備えたガレオン船でイングランド王国海軍が1567年に購入した。この船は名称が付された海軍船としては3期目のものにあたる。1587年のカディスワン襲撃においてはフランシス・ドレークの乗船であり、1年後のアルマダの海戦にも参加している。 ジョバンニ・バティスタ・ボナツヨによる1585年西インド方面への大規模遠征図この船は、市略船長、フランシス・ドレイクが1585年から1586年にかけていった、スペイン領アメリカへの大規模遠征にも参加した。この遠征の中では、ボナベンチャーは、サント・ドミンゴ・カルタ・ヘナ・セント・オーガスティンでの戦いに参加した。ドレイクがカディス湾を攻撃した。 サイの配置図、ボナベンチャーの名は、右部鮮明リストの最初に見えている。1587年2月、メアリー・スチュアートが処刑されると、フェリッペ2世はこれを、イングランド侵攻の後期と判断し、海軍の出撃準備を始めた。ボナベンチャーは、当時フランシス・ドレークの指揮下にあり、このイスパニア海軍の侵攻を阻止ないし遅延させるために送り込まれた艦隊の機関であった。 この艦隊はおよそ26の船からなり、ボナベンチャー以外にも HMS ゴールデンライオン、HMS ドレッドノート、HMS レインボーという3隻の王国所有艦が含まれていた。その他には、直居会社であるレバント会社所有の大型保船が3隻、150、200トン規模の戦艦が7隻、小型艇が11ないし12隻あった。エリザベス1世からは、以下のような直例が下された。 to prevent the joining, together of the king of Spain, s f r e e t out of their different ports, to keep beetles from them, to follow them in case they should come out towards, England or Ireland, to cut off as many of them as he could, and prevent their landing, to set up on the west indian ships as they came or went, 女王は、直後に心変わりしもう少し攻撃的でない。 命令内容に改めさせたが、ドレークは新たな命令書が到達する前の1587年4月12日にイングランドを出発してしまい、当初の指示通りの行動をとった。カディスワに船舶が集められていると聞いたドレークは、当地にてこれら艦船を確保することを決めた。17日間かけて、カディスワン付近にたどり着いた彼らは、湾の内外に、 無数の敵艦が停泊しているのを発見した。副艦のウィリアム・ボローと少しばかりの協議を行った、結果、ドレークは明朝まで待機すべきとの意見を却下し、艦隊を突入させるよう決断した。イスパニア側は、ベドロ・ブラボデ・アクーニャ・キカのガレー戦招隊が出撃可能な状態であったため、湾内全体に展開して、ドレーク艦隊の迎撃に向かった。しかし彼らが、 イングランド戦へ、呼びかけ可能な距離まで近づく前にボーナベンチャーを呼び、その両戦たちが砲撃を開始、イスパニアのガレオン戦に向かって、砲弾を叩き込んだ。4隻のイングランド王国軍船は、おののが、ペドロ艦隊全体のそれよりも高い火力を備えており、イスパニア側は、遊軍艦船の出撃準備が整うまでの時間稼ぎに徹することを信じられた。しかしほどなくして、 彼らは退けられ、湾内はドレーク艦隊により掌握された。翌月にかけて艦隊はイベリア地域リスボンとサンビセンテミサキ間の沿岸を行き来し、リスボンに送り込まれていた敵海軍の補給を断った。補給物資には大量のタルイが含まれており、ドレークの私的な見積もりでは、これは糧食や水を2万5千トン以上も輸送可能な分量であった。翌年、 ボナベンチャーは、ジョージ・クリフォードの指揮のもと、アルマダの回線に参戦した。この戦闘で、ボナベンチャーは、総積再可能量の8%に相当する51.5トンの兵器を輸送した。1588年9月25日に実施された点検では、ボナベンチャーが、アルマダ海戦で受けた損傷はわずかにほの一部のみに、銃で撃たれた、いくつかの穴が認められる程度であった。 その後、ボナベンチャーは、イギリス東インド会社の先駆けとなる初期、遠征航海に出発した。ジェームス・ランカスターの指揮のもと、2隻の両船と共に1591年4月、イングランドを出発し、コモリン岬を経由して、マレー半島に向かう進路を取った。1591年8月1日テーブル湾に到達、同年9月12日には、 コレンテス岬付近で両船一石を失った。艦隊はザンジバルで一旦急速と修理を行い、5月にコモリン岬、6月にマレー半島のペナン州へ到着した。艦隊は当地の島に同年9月まで滞在しており、その間遭遇した艦船のほぼすべてに対して略奪を行った。ボナベンチャーはこの長旅を無事に終え、1594年、 イングランドに帰還した。1839年に出版された、フィッシャーズドローイングルーム、スクラップブック書集のレティシア・エリザベス・ランドンによる、シザ・セーラーズ・ブライド、オアザ・ボナ・バンチュールは、本線をモチーフにしている。ありがとうございます。